はい、どうもパティモス協会でございます。というわけで続きをやっていきたいと思います。今回はチャプター2の途中からチャプター3クリアするまでやっていこうと思います。それではいきます。まあ、前回ここから出てきましたね。ここね、ここから焼かれるところでしたね。ではいきましょう。まずはですね、こちら、はい、こちらのですね、後ろ側ね、はい、ここにドキュメントがあります。はい、見ましょう。神と家族、はい、こんな感じになっております。では進んでいきます。でですね、続きましてね、こちら、まあ、血の跡ね、辿っていけばいいです。ここ登っていきましょう。落ちてきた。はい、登る。はい、行きましょう。でですね、このまま行くとここ登りましょう。はいはい。で、このところ、あ、落ちちゃってるやん。落ちちゃってるじゃない。こっち、こっち、ここ行きたいんで、はい、ここ。はい。で、この針を取っていきます。いきます。この面はね、3箇所ほど死にポジがあるんでね、うん、気をつけていった方がいいかもしれませんね。あと、ここね、見てるとね、ウォールライダー、おそらくウォールライダーでしょ。シュイーン、シュイーン、はい、シュイーン、シュイーンとなってます。通ります。よいしょ。はい、でですね、ここライ、ここにね、電池あるんですけど、どうやって飛んだかな、ちょっと分かりませんね。でですね、進んでいきましょう。こっちじゃなかったな、こっちですね。はい、明るい方行きます。さあ、嫌な音がしておりますね。嫌な音が、とっても嫌な音がしております。あれ、どこだったかな、あれ、こっちから行ったらよかったんですかな。いや、こっちからじゃない。ちょっと次行こう。ここが、ここですね。はい、逃げて、逃げてる。やべえぞあいつみたいな感じなのかな。そうするとですね、ここ入るとやつ来るんで、これで死にポジです。ここで巻きます。さあ、行きましょう。ここ進むと絶対出てきます。はい、行きますね。さあ、まず巻きましょう。こちら、よし、よし、で行きます。やつが来たところに向かっていきましょう。はいはいはい、行きましょう。はいはいはい、突き当たりまで行って飛びます。で、ここさえ入っちゃうと追いかけられません。はい、セーフです。はい、じゃあ行きましょうか。でですね、こっちだったかな、ここですね。はい、これ取りましょう。トイレにぐちゃぐちゃされておりますね。嫌だね、こんなの。はい、というわけでメモ、これですね、だそうです。はい、行きましょう。電池がもったいない。で、こちら行きましょう。はいと。でですね、あ、こうだ、こう、これでどんどんしますね。ガス止めろと、ガスを止めてくれって言ってます。ガスをね、止めてくれって言ってます。じゃあ、ガス止めに行きましょうかね。どっからやったかな、こっちか。じゃあ、こっちでいいんだ。あれ、ガス止めはどこだったっけ。あ、ここや、ここだ。あれ、あ、ここでしょ、なんで行かないの。でですね、ここにドキュメント、これですね。はい、これ取りましょう。はい、ドキュメントです。あまり知られてない人間の生態学的側面っていうやつね。はい、これです。はい、じゃあ行きましょう。この後がね、ちょっと危険です。
ちょっと危険ですね。どんどん言ってますね、なんかね。はい、こんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。はい、どんどん言ってますね。はい。でね、このピカピカしてる、これヒントらしいです。237。237号室みたいな。何や、237号室だったかな。こっちかな。はい、開ける。でですね、あそこチカチカしてるでしょ。あの部屋に入れっていうことなんですけど、この先行っちゃうと、またあいつが出てくるんですよ。ですんで、まあ安全な行き方ね。いきなり突っ込んで行っても行けたりするんですけど、安全策をやっていきます。ここで一回呼びます。あれ来ねえ？あれ来ない。あ、大丈夫でしたね。大丈夫でしたね。意外に行けちゃったね。なんでこんな簡単に行けちゃうんだ。行けちゃいましたね、簡単に。こんな簡単に行けたんや。いや、あそこでね、読んでね、戻って上がって、やり過ごしてから行くっていうやり方があるんですけど、まあじゃあこれでも行けますね。意外に簡単に行けた。行けちゃいました。まあもうこれでじゃあ行きますか、はい、落ちましたね。どんどんされて、ね、行っちゃいましょう。はい。あとはね、そんなに難しいところはないかなと思うんですけどね、こっから先はね。自分もちょっと、ね、1回しかやってないんですけどね、ロケハンがちゃんとできてないね。そんな状態でやんじゃねえよみたいな感じですけどね。ここが、はい、なりますけど、これね、大丈夫です。何も来ません。で、そこにドキュメントが確かありますと。ドキュメントですね。はい、ドキュメント取りました。はい、ゴールライダー建築。フランク・マネラ患者状態報告書、これですね。はい。でですね、またもやちょっと追いかけ合いっこがね、始まると思います。はい、ここ開けますね。でですね、ちょカメラ回しといた方がいいかな。回さなくていいかな。ここ入ると追いかけっこになりますんで。あ、これもう一個先か。この先ですね。もう聞こえてますよね。ダッシュでこっち側の扉入りましょう。でですね、来ますが、ちょっとこうジャンプすればね、あっ、ちょっと危ねえ、危ねえ、ちょ、なんで止まねえよ、止めよ、バカなの、こいつ、そこちょうど飛んだらね、避け切れるんです、こいつ。はい、行きましょう。あそこでちょうどやり過ごせるんですよ、これ。バカだから行きませんでしたね。はい、はい、こういうふうにね、やり過ごせます。さっきみたいに見つかったところで、ね、結構ね、追いかけ合いっこでね、逃げれるんですよ、こいつ。結構巻きやすい、何気に。どっちかかな。負けたでしょ、これ。隠れていくのはちょっと難しいんですけど、結構負けるんですよ、簡単にね。さっきはちょっと飛ぶのにこだわりすぎてさ、あそこでやれちゃいましたけど、意外にやってくれますね。さて、じゃあここにバルブがありますんで、このバルブを回します。はい、行きましょう。無線のところまで行きましょう。はい、さあ、ここからです。あんなとこで死ぬと思わんかったな。はい、あとに匂いがするみたいですけども、この辺で、あ、来た、行くね。あそこいますね、引っかかってる。来るかな。いや、多分大丈夫だと思いますよ、この位置。あれ、あいつなんでいつもそこいないのに。なんで俺がやった時、撮影する時に限りいるとか、どういうこと、あいつ。あいつ何してんの。帰っていった。帰っていけ、はよ帰っていきましたね。いや、いつもね、そこいないんですよ。いつもはいないんですけど、なんか今日いたな。今回いたね。
まあ、何じゃ、その見つかりませんの。リリアほら。なんで、なんでこいついんだよ、こんなとこに。意味わからん。まあいいや。じゃ追いかけ合いしましょう。まあ、要は来たとこ戻ればいいんで。あそこいるわ。あいつ挟まってんの、もしかして。挟まってたんかな。音鳴ってる割には多分見つかってないと思う。見つかってないでしょ、ほら。音鳴ってる割には。うん。あそこね、しゃがんで行って、先ほどあの、なんていうの、あの殺人鬼を行ったとこね、から入れるんですよ。そうすると見つからずに帰っていけるんですよ。はい、いた。こんにちは。はい、どんどん。ダマーって言ってください。もうこいつ入ってこない。入ってこないね。ダマーって言ってあげてください。現地あります。やっていきましょう。で、出ていきます。よし。はい。もうここは多分何もないですね。行きましょう。さっさと出ちゃいましょう。まさか死ぬと思わなかったな。あそこで。じゃあ行っちゃいましょう。はい、出ました。出たらすぐに右行きましょう。カメラ構えてください。ズームイン。はいはい、だからお別れです。あの人ともね、多分もう見かけることはないと思います。さあ行きましょう。で、入ってきた道戻り、そのまま突き当たりも行ったらいいかな。突き当たりも行って右、いや右に回り、そうするとこ出口があります。ちょっと曲がったところね。もう行きましょう。でこちらもね。でこれが何なのか分かんない。これ何になったんだろう、これ。何食らったのかちょっと分かんないですけど、これなんかダメージ食らう。なんかね、もらうんですよ、ね。はい、では進みましょう。はい、進んでいきます。でこちらの方。こうやって走っていきます。これぶつかるとね、こいつ殴られますんでね、避けましょう。当たらない方がいいと思います。当たったらね、たまに殴られます。当たったらたまに殴られます。当たったら殴ってきます、あいつ。さあ、またカメラポジションです。で、こちらでね、撮りましょう。はい。バスケットボールしてるやついますんでね。いつ投げんねん。ちょ、今回おかしいぞ。なんでこいつ投げねえじゃねえかよ。いつまでこれ投げてるんですよ。投げてるんです、こいつ。あそこに頭を、あ、投げた。今かよ。遅っ。遅いわ。今投げる。これがゲームの正体。はい、これですね。はい、では行きましょう。あとですね、ここねにこいつね、はい、ドンドン、チクショー言ってください。チクショー言って怒ってますけどね。はい、あいつはこれどんどんした後でしたら、道がまた開けてます。あの人がね、おそらくね、この反対側、多分こいつだと思うんですよ、怒ってたやつ。ああダメだ、ああダメだ、ダメだったね。このまま進んでいきましょう。でですね、ここ入ります。でここのところはですね、極力右から飛んで真正面に向かって勢いよくジャンプ。あーちょっとずれたな、おっちゃん。この辺ぐらい出たかったな。前か。ドーン。悔しかった。バカ野郎って怒られましたね。ちゃんと取れよって言われましたんで、行きましょう。ごめんな。またやることあったら取るわ、ちゃんとな。上がりましょう。で、進んでいきます。なんか喋り声が聞こえてますね。はい。懐かしいね。人との再会も待っております。この方々ほら、懐かしいでしょ。お久しぶり、お久しぶりでね。あとね、あの後にね、ここやったかな。はい、出てきます。はい、出てきますね。近づくともしかしたら攻撃されるかもしれませんが、相変わらずフルチンですね、この2人とも。そうするとこう逃げられないよう、ね、に道を塞がれちゃいますね。ですね、もう行くしかしゃあないで行きましょう。はい、
手がぶら下がってます。ここを開けると、おっと頭が投げられた。でね、ここからほら、この方々もね入ってくるので追いかけてくるんですよ。でこの人ね、この人殴られますんで逃げましょう。もう無視です。はい、行きましょう。ボコジンブラザーズも来てますよ。危ない、上がっちゃいましょう。だからさっさと上がっちゃいましょう。はい、ボコジンブラザーズも来たんで行きます。逃げます。さあ取ります。ここにドキュメントがあります。これ取りましょう。はい、ウォールライダーの妄想ですね。はい、こんな感じでございます。じゃあ行きましょう。あとは何かあったかな、多分ないかな。ここ行くとね、さあ走ってきた。どうした、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 ちょっと待って、どうした、どうした、ちょっと待って、どうしたんさ、どうしたん、どうしたん、大丈夫、うん、戻ってこい言われてるやん。大丈夫、帰らんでいいの、帰らんでいいの。口がちょっと目もないな。見に行ってくるわ。じゃあというわけで、何かに怯えてね逃げてきてるんですよね。じゃあ行きますか。はい、進んでいきましょう。ほら、あの人ね、戻ってこいって言ってた人なのかな、違うかな。あの人戻ってこいの人じゃないわ多分。下がっていきましょう。何もありませんね、この辺はね。さあ、先ほど上で見ていた人はここにいます。喋ってます。うん、なんか立ってんの、うん、Billy understood. They've always been here. Billy が知ってんの？じゃあ行きましょう。でここに入ります。さあ逃げてますね。めちゃ暴行してますよ、なんか。はい。いろいろとやばい。どんどん逃げています。はい。というわけで、今回はここから新しいチャプターになりますので、この辺で終了したいと思います。バテボス強化でした。お疲れ様でした。